今週末ちょっと留守にするかも。寂しいけど待ってる。モモ、自分の意思で戻ってこないんだとしたら、おまじめ。今帰り婚って書いた紙を餌のお皿の下に敷いておくと本当に戻ってくるんですって。ただいま。夢ならそれでもいい。しばらくこのままで。調子はどう？ももちゃん、まだ見つからないのかな。会いたいな。よければ明日、うちに。かすみさん。福島さん。待ってたんです。よかった。帰ってきてくれて。何？え？岩井君。はい。いいか、落ち着いて聞いてくれ。私は落ち着いていますが。夕刊の連載、君と織山君が担当だな。はい、一日交代で書いています。実は織山君が事故で入院した。今月の連載残り、君一人でやってもらうことになる。いや、無理なのは正直だ。それで分かりました。一人で大丈夫です。いや、あの僕手伝いますよ。あのグラフ書くのとかすごい得意なんで。僕ありがとう。でも大丈夫、石田君は自分の仕事に戻って。やだ、今日先輩の家にお泊まりなのに。しかも初めてのお泊まり。勝負下着までつけちゃってるのに、なんで私忘れてるの？やっぱ僕。ああ大丈夫、全然違うの。違うの。大丈夫。仕事に戻って。はい。今日仕事が立て込んで。先輩のお家へ行けなくなりました。せっかく誘ってもらったのにごめんなさい。そっか、会いたかったけど次の楽しみにとっておくよ。仕事頑張って。虹色に染め上げて、そばにいて強い。
冷蔵庫に茶碗蒸し入れています。ま、今日は帰れないと思うのでチンして食べてね。あ、今日は帰れないってことはお泊まりか。最近僕のご主人様は彼氏の蓮見くんと順調らしい。最後の一個。ご主人様の幸せはペットの幸せだけど、ほったらかしもちょっと寂しいかな。だからいないときはこうしてしちゃいけないことをしている。これ内緒。なんか虚しい。すみれちゃん、意外と早く終わった。岩屋さんと二人で見たかったな。今仕事終わりました。もしご迷惑でなければこれから伺ってもいいですか？いや、これじゃあんまりにも他人行儀すぎるよな。しかもこんな時間だし非常識かな。でも無理しすぎないでね。辛かったら相談に乗るよ。遠慮しなくていいから。って言ってくれてるし。遠慮しない。私彼女なんだし。一応。よし。もしもし、岩屋です。時間に。あ、え、今度はどうしたの？ごめんなさい、迷惑だとは思ったんですけど、昨日もあの後家まで押しかけられて。大丈夫、ストーカーだって。しおり、怖くって。蓮見さん、よかった、帰ってきてくれて。ずっと付きまとわれてて、しおり、怖くて。わかったわかった、あの車で送っていくからね。はい。ストーカーのこと、警察には。警察なんか結局事件にならないと動いてくれないし。そっか、じゃあ
もうちょっとしたらまた車で送ってくよ。いや、怖い。大丈夫。いないかどうかちゃんと家の前で見ててあげるから。お願い、今夜は止めてください。しおり、殺されるかも。殺される？あ、分かった分かった、止めてあげるから。あ、じゃ、ちょっとブランケット取ってくるね。あ、弾美先輩、私どちら様ですか？え、もしかして岩屋さん？私、福島です、受付の。なんで？今、弾美さん取り込み中なんで、代わりに私が。え、今そこって？蓮見さん家泊めてもらうの。もっと細かいこと説明しましょう。蓮見先輩に聞いて確かめたいけど、そんなこと聞く重い女になりたくない。もし本当に二人がそういう関係だったら無理、取り乱して私が私じゃいられなくなる。話中か。無意識に来るって、俺相当ハマってんな。あれ、君。ああ、スミレちゃんなら今いないよ。アスミさんどこ行っちゃったんだ？ダサ。久々に岩屋さんと再会した。9年ぶりだろうか、あの夜以来言葉を交わし た。そして俺は確信した。まだ彼女に心惹かれていることを。ただいま。おかえり。何してんの？ねえ、この映画すごくいいよ。でしょ？うん、二人の男の間で揺れるヒロインがさ。そう、好きな人のために身を引く主人公が切なくてさ。あー、もう本当に、もう蓮見くんまた泣いてんじゃん。つい。急に押しかけてごめん。いえ。突然友達が止めてくれって言ってきて。友達？寝る場所なくてさ、つい出てきたら、あ、下でたけし君に会って。ねえ、もう座ってよ、あすみくん。なんで福島さんのことは言わないの？不安がらせないため？あ、そうだ、すみれちゃん、はすみくんがプリン買ってきてくれました。よかったら、イエーイ、食べようよ。ねえ、好きでしょ、プリン。
写真見てないでしょ。ごめん見てない。何？うちの実家が火事で半壊で、しばらくすみれちゃん家に預けられることになって、で犬のモモは、足を悪くして入院中ってことになっておるんで。 OK。 強引な気もするが OK。 どうぞ。ありがとう。ねえ、これ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 、あった見て。ちょっとママ懐かしいなぁ。岩屋さん、こんな感じだったよね。すみれちゃん、だいぶ変わったよね。もういいですから。全然変わらないよ、俺の中では。全然変わらないよ、全然変わらないよ、俺の中では。だってこの時にはもうね。うん。何よ。うん。え？これ片桐高原？ああそう、いいとこだよね。うん。ここだ。あ、岩屋さん明日早番でしょ。俺遅番だからさ。こっちは気にしないで、先に寝てていいからね。いいからね。ごちそうさまでした。本当に美味しかったよ。あ、お口に合ってよかったです。はい、ありがとう。今度さ、うちにおいでよ。俺が作るから朝ごはん。結構料理得意なんだよ。はい、ありがとね。いえ、気をつけて帰ってくださいね。大丈夫？なんか疲れてない？え？福島さんのこと気になって眠れなかったなんて死んでも言えない。仕事大変そうだね。なんかあったらいつでも言って。俺、岩屋さんの力になりたいから。はい。次は二人っきりで。じゃあね。蓮見くん帰った？朝ごはん食べないの？ちょっと昨日から食欲なくて。すみれちゃん大丈夫？どうしたの？ちょっと吐き気が。もしかして、おめでとう。 100% ない。言い切るんだ、彼氏いんのに。うるさいな。はい、
ありがとう。ただの家、いつものことなの。大丈夫大丈夫。はい、すみれちゃん。ああ、ありがとう、うん。聞いた？昨夜泊まりに来た人のこと。え？え？あんた知ってんの？会社の受付嬢がストーカーに狙われてて止めてくれって。で、殺されるかもしれないから仕方なかったんだって。蓮見くん優しいよね。そうだったんだ。待って、っていうか、あんたそんなことまで話したの？うん。あ、すみれちゃんと初めて会った時の話も聞いたよ。なんて？すっごく色気なかったって。あ、でもフェンシング部の合宿ですみれちゃんが迷子になって眼鏡落とした時。岩屋さん、そこにいたんだ。はい、すみません、迷ってしまいました。よかったよ、暗くなる前に見つかって。あっ、すみません。素顔とのギャップにキュンとしたって。しかももっと真面目で隙のない人だと思ってたんだけど、意外とドジな一面もあって、そこにグッときたらしいよ。そんなとこ。もう男なんてそんなもんだよ。その時からすみれちゃんのこと気になってたんだけど、その時は彼女がいたから言えなかったんだ。あの時から彼のために変わりたいと思った。少しでも彼に近づきたくて、振り向いてほしくて。今明日の原稿をお送りしました。はい、ご確認よろしくお願いします。はい、あ、これから戻ります。はい。こんなところでも原稿書いてるんだ。噂には聞いてたけど、本当仕事の鬼。エリートは大変ですね。何？またクールぶっちゃって。本当はムカついてるんですよね、私のこと。別に、あなたが彼のことを好きなのは私がどうこうできることじゃないし。好きっていうより欲しいの。欲しい？今すぐ別れるなんて言いません。私が狙ってるのは結婚ですから。焦らないでたっぷり時間をかけるつもりです。結婚って、蓮見さんのこと好きじゃないのに結婚したいって言ってるの？岩屋さんも同じですよね。条件がいいから付き合ってるんでしょ。有名ですよ、岩屋さん。印刷部の吉田さん振ったんですもんね。で、次に選んだのは蓮見さん。やっぱりエリートに釣り合うのはエリートですよね。違う、岩屋さんって本当に蓮見さんのこと好きなんですか？今日も彼女はすごく疲れているようだ。でも俺の前だと気丈に。でも俺の前では気丈に振る舞う。
時々彼女の気持ちが分からなくなる。俺じゃ頼りにならないのだろうか。何なの。一人暮らしは無防備ですね。ダメですよ、彼氏を心配させちゃ。ってことで、私、蓮見先輩が条件を満たしてるから付き合ってるの？うん、違う。そうじゃなくて、あっち、あっち。ごめん。もう髪なくなっちゃうよ。ごめん、ぼーっとして。もうちょっと止めて。もう大丈夫、もう乾いてきたから。ごめん。ねえ、もも、好きってどういうこと？どうしたの、いきなり。その人のことを思うと心があったかくなって、ずっとそばにいたいって思うことかな。そういう人いる？うん、いるよ。その人のこと本当に好きなのかなって不安になったりしない？すみれちゃんは不安なの？じゃあさ、その人に好きって気持ちどうやって伝える？あなたが何ときめいてんの、ベッドに。やば。もしもし。はい、差し替えですか？今すぐ向かいます。匿名で扱ってほしいとは言われましたが、まさか断ってくるとは。不妊とセックスレースがテーマだからな、いろいろと事情があるんだろう。明日は組まなきゃならん記事だ。別の記事と差し替えるしかないな。わかりました。あ、大丈夫か？俺に一人出てきます。顔見せたくない。こんな時、心配してくれる彼に何と答えますか？ A、 実はと正直に相談する。 B、 大丈夫だからと余計な心配はさせない。ヒント、見つかりません。私、男の人に頼ったことがなかった。そもそも知識がない。
どうしたの？大丈夫？あ、大丈夫です。ちょっと眠気に襲われただけですから。岩屋さんって強いんだな。俺、そんなに頼りないかな。その…すみれちゃんお帰り。え？大丈夫？すみれちゃん。何してんの？すみれちゃん。充電。でね、先輩そしたらちょっと寂しそうだったっていうか、なんか機嫌悪くさせちゃったかなとか。当たり前じゃん。好きな男の前では頼りないふりすんの。これ女の常識。ちょっと待って、ゆりちゃん。もも電話してるときは邪魔しない。ごめん。うん、ももね、仲良しね。でもさ、そんな頼ったことないし。何でもいいの。分かんない、困ってる、助けて。この言葉がね、どれだけ男の自尊心をくすぐるか。そういうもん？でもさ、他人を頼りにしたり当てにするのって怖くない？期待するから失望するんだし。でも頼り頼られるのが健全なカップルだよ。いい、やだ。そんな他人に依存するぐらいならこのまま一人で暮らす。出たよ、もうずっと暮らしてろこのまま。あ、え、ゆりちゃんちょっとかけ直す。最近まで結婚するって嬉しそうに話してたんですけど、あ、私今から申請しに行ってくるんで、ちょっとすいません。え？あ、こういうの苦手なんだけど。倉木さん、まだ若いんだし、まだまだいい人見つかると思う、うん、好きな人を忘れるにはちょっと時間がかかるかもしれないけど。そんな人もう好きじゃありません。せっかく一流企業の人と結婚してこの仕事辞めれると思ったのに。辞めなくてもいいんじゃない？結婚しても働いてる人はいっぱいいるんだし。私仕事できないし、だから早く家庭に入りたかった。岩屋さんみたいに男の人に頼らないで生きていくなんて私には無理。
う女の子を男は守りたいと思うのかも。だけどそんなのは幻想。大丈夫？大丈夫です。俺そんなに頼れないかな。頼り頼られるのが健全なカップルだよ。頼り頼られても恋が終わればそんな関係はあっさり終わる。だったら私は最初から一人でいい。誰にも頼らないで。行くよ、うん、せーの、うわちょっと、よいしょ、うん、ほら、すみれちゃん、よし、行こう、うん、作る作る、よし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 、行く、じゃーん、どう？作ってみました。余計なことしちゃったよね。でも、座ってみて、で、食べてみて。ちょっと味が薄いかもしんないから、醤油を、あ、醤油は、よし、やった。はい、ほら、冷めないうちに。熱いからグーグーして。おいしい？おいしい。一人ぼっちよりも一人と一匹の方が全然いいと思わない？に数えなくていいからさ、もう一人だなんて言わないでよ。なんだ私、もう取り返しがつかないほどこの子に依存しちゃってる。変なの。笑うとこ？ペットのくせに手が大きい。おかしい？すごく。それに、うん、うん、ペットのくせに頼もしいじゃない。いっぱい食べて。イエーイ、すみれちゃんとお散歩。な、何この手は。お散歩なんだからリードの代わり。やめてよ。めでしょ。それにお散歩じゃなくてコンビニ行くだけなんだから、こっち来なくていいの。でも一
人より一人と一匹の方がいいでしょ。笑ってる。僕じゃない。こんにちは。いってらっしゃい。すみません、つかぬことを伺いますが、はい、さっき出てきた二人は。ああ、岩屋さん。あの隣の男の子は。ああ、確かはとこ、またいとこ、なんかそんな感じだったと思うけど、最近よくなんか出入りしてるみたいね。なんか事件。あなた。ありがとうございます。いるべきとこにいなきゃ。